ラッセルという人がいますけども、彼はこう言ってますね。やりすぎなよ。必要なことはするけれど、その限度をわきまえている親のみが家族の真の喜びを与えられる。その時はそんなものかなと思って、その言葉をですね、ただ暗記して聞き流したわけでありますけれども、まさに教育の真髄ですね。親はやるべきことはやるんだ、やれることはやる、これは当然です。しかしその限度をわきまえて、やってはいけないことはやらない、その限度をわきまえている親のみが真の親子の家族の、ごめんなさい、家族の喜びを与えられるというふうにバートランド・ラッセルが言っております。で、私たちは今言いましたように温かい無視、そして程よい親であることに努めました。長い長いトンネルでした。で、こういう問題が起きたと、こういう問題が起きたと、ではどうするかということなんです。今日は3つの柱に分けて皆さんにお伝えします。第1の柱は過去を見るということです。過去を見るということです。これは息子の過去であると同時に自分の過去をも見るということなんですね。と言いますのは、2000年に入りましてから医療制度、なかんずく子どもの心の問題に関する医療制度が大きく変わってきました。それはどういう考えに基づくかと言いますと、子どもは家族の代表に過ぎないという考え方なんですね。わかりますか？子どもは家族の代表に過ぎないという考え方なんです。子どもに何か問題が起きたとする、あるいはあったとしてもですね、それは子ども自身の、子どもだけの問題ではない、また子どもだけの問題として片付けようとしても治らないということなんですね。子どもが何か問題を持っていたら、それは家族全体の問題である、すなわち子どもは家族の代表であるという考え方が台頭してきたわけであります。多くの専門医療機関ではですね、何か子どもに情緒障害、あるいは情緒的な問題などが起きますと、最近では家族全員を呼びますね。そしてお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんもいれば、おじいちゃんおばあちゃんも呼びます。そして家族全体で子どもの問題を考えようという、まあそういう形に変わってきました。2000年頃からそれが徐々に徐々にあちこちの、まあ、大きな病院に広がりまして、今では全国どこの、まあ、病院でもそういった形で子どもを指導しております。息子もそうなんですね。息子は引きこもりになりました。20歳という若い年齢になったわけでありますが、その後まさにニートと呼ばれてもおかしくないわけです。ノーエデュケーション、ノーインプロイメントですね。教育もしない、いけない、働きもしない、世間的には冷たい目で見られる立場でしたんですね。それ以上に、まあ私も辛い思いをしました。こういう仕事も一時は本当にやめようと思ったんですけど、まあそれについてはですね、まあ三男がいまして、三男が別のところで大変活躍をしてくれて、そして三男に支えられた部分もありますけども、ともかくもそこまで追い込められましたんですね。ではどこに問題があったかということなんです。そこで自分の過去っていうものを探っていくわけですね。まず第一は私の過去でありますけども、先ほど申し上げましたように私の過去なんていうものはですね、誇るべきものは何もないんです。昭和22年に生まれて、まさに団塊の世代第1号で、家庭教育彼女もないような、あのどさくさの中で幼児期、少年期を送ったわけであります。道路にお金が落ちてたとしますね。あんなのはもうすぐもらっちゃいです。誰が交番なんか届けますか。今でもその時の気持ちがありますよ。ですから私、道路でお金拾うのは怖いですね。迷いますかね、子供たちに向かってはお金はね、拾ったお金は交番に届けるんですよね、お父さんお母さんにちょっと渡すんですよなんて教えてますけど、あ、お金だ、パッと手の方が先に出てしまいますからね。ですから怖いですよ。まあともかく私たちはそういう時代に生まれ育ったんですね。今でこそ毎週のように家族旅行をする家族というのはいますけど、
私の時代には私、特に私ですけど、小学6年生までに家族旅行などというものはたったの1回しか経験しませんから、小学6年生の時に最後にということで家族全員で伊勢参りに行きました。おかげ横丁というところには旅館がありまして、そしてまあ旅館に泊まったわけでありますけれども、当時旅館といいましてもですね、個室ではなくて大きな部屋にみんなが雑魚にするんですね。で、親父がですね、まあ言いますか、親父はですね、私の父親ですけど、普段は静かで学者肌のものになってますか、おとなしい人です。しかし酒が入ると別人になるんですね。今でいう酒乱ですね。で、その時もどこかで一杯引っ掛けてきちゃったんです。そしていつものようにあの旅館の中で大暴れをする羽目になっちゃったんですね。たった一回の家族旅行、それでめちゃくちゃです。そして私たちはまあ何て言いますか、その夜にまた岐阜の実家へと、っていうか家へ帰ったわけであります。そういう時代に生まれ育ってるんですね。で、私のこの過去が今どういうふうに現在影響しているかといいますと、いろんなふうに影響しているんです。これエリクソンという学者が言ってるんですけども、社会心理発達学、発達理論というのを、まあ、エリクソン、まあ、現在といいますか、まあ、ありましたけど、代表するフロイト、あるいはユングに次ぐ精神学者として有名なんですけども、エリクソンが社会心理発達学の中理論というのを、まあ、もう世の中に公認されておりますけども、入児期、信頼関係の構築、まあ、ちょっとおさらいのつもりで聞いていただきたいと思うんですけども、入児期、0歳から2歳ぐらいまでですね、年齢的には、これは基本的信頼関係の構築時期なんです。これはどういう時期かというとですね、基本的信頼関係、分かりやすく言いますと心が開けるかどうかという問題なんです。絶対的なさらけ出し、もううんちをしようがね、おしっこをしようが何でもいい、何でもできるというのが絶対的なさらけ出しなんです。絶対的というのは疑いすら抱かないという意味なんですね。そしてそれを受け止めるのが絶対的な受け入れなんです。お風呂の中でうんちをしてもお父さんお母さんが笑って済ます。廊下にうんちをこぼしてもお父さんお母さんが笑って済ます。食事中にね、うんちをポロポロと漏らしてもお父さんお母さんが笑って済ます。これが絶対的な受け入れなんです。この絶対的なさらけ出しと絶対的な受け入れというものがあって初めて、特に母子関係、母と子の関係において基本的信頼関係というのは養われるんですね。これがあって初めて子供というのは心を開ける子供になるわけです。そしてそれが年齢とともに友人、あるいは先生、あるいは近隣の人たち、親戚に対しても心が開ける人になっていくわけです。まず第一に私にはその基本的信頼関係というものができなかったんですね。まあ母も母でしたが、まあ、とにかく戦後のどさくさということもありまして、もう教育の気の字もなかったと言ったら大げさですかもしれませんけど、しかし今のようにその教育なんて考える暇はなかったですね。食べてるだけで精一杯というような時代だったんですね。家業は自転車でしたけども、お金もないから自転車とスイカ何個かと交換したということも話として聞いております。そういう時代だったんです。で、私はどういう人間だったかといいますと、